きっかけになってくるから65年、うん、まあ、要するに太平洋側だけじゃなくて日本海側にも落ちてくるですルートが欲しいって、そういうことでしょうね。確かに1964年に開業した東海道新幹線がもう本当に東と西を結ぶ日本の大動脈となったことから、うん、じゃあ1970年全国新幹線鉄道整備法というのができたんですね。法律ができるな、はい、うん、でこれが、まあ、本日のゲスト伊藤さんによると、まあ